おかしいですね。もうバスが到着してもいい頃なんですけど。まあ、日本のように時間ぴったりにはいかないです。こちらの人は少し時間にルーズです。ち、待つしかねえんだな。まあまあ、灰崎君、のんびり行こうよ。そうそう、いよいよ世界にやってきたんだな。ああ、それにしてもスペインもアメリカもロシアもすごい存在感でしたね。そうだな。でも遠藤さんたちはスペインのクラリオと戦ったことがあるんですよね。うん。いや、あの時は完敗だったな。お、確かにあの時の俺たちは世界のレベルの前に手も足も出なかった。フットボールフロンティアで優勝して浮かれていたのかもしれないな。その時はみんなとありがとう。すいません、ちょっとトイレ。やっと抜け出せた。遠藤。あ、それにしても帰ってきた途端みんなすっげえ喜んでるな。それはそうだろう。このライモンがサッカーの頂点に立ったんだ。俺たちはいつの間にかすげえって言われる奴らになったんだな。ああ、ライモンはすごいチームになった。みんなこれまでどのチームにも負けないくらい特訓し乗り越えてきたしな。そうだ、その精神こそライモンだ。こうなったら来年も優勝目指すか。当然だ。だがその前に俺たちは次のステップに進まねばならん。次のステップ？わからないか、エンド。ん？何のことだ？世界だ。うわぁ！前を指す指先に大きな世界が待っているぜ。仲間との出会いが作った未来さ。人は人と出会い、人は人とつながり、人は人を支え、人は人を責任。人と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 人、人と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 仲間たち。出会いは出し合う、絆は掛け合う、仲間といれば俺たちすでに100万倍。このまま地球丸ごと帰国しようぜ。世界の壁。ついにこの日がやってきました。日本とスペインの親善の意味を持った記念すべき試合です。日本一となったライモン中とスペイン少年リーグ優勝チームバルセロナオーブの世界を股にかけた試合に日本中が注目しています。俺たちがどこまでやれるのか楽しみだよな。しかし響監督からの提案が世界を相手にした親善試合とはな。スペインの名門バルセロナオーブだ。相手にとって不足なしだな。ライモンの、いや、日本の力を見せてやるか。ああ、なんかまたトイレに行きたくなってきたっす。ただのエキシビジョンなのにこの雰囲気はやばいね。いいじゃねえか、声援は多い方が燃えるってもんだ。久しぶりに味わってみるか、世界のレベルを。行くぞみんな、相手は世界だ。あの日俺たちは世界が相手だろうと十分に戦える気がしていた。ああ、まるで自分たちが無敵にでもなったかのようにな。
行くぞ。よし、一度せ、オッケー、ファイアートルネード。シュートにスタジアムも静まり返ってしまったぞ。なんだよ今の。遠藤が止められないなんて。どうした遠藤。止められないというよりも反応できなかったんだ。遠藤がシュートを認識する前にボールはゴールに入っていた。世界はここまで。敵は個人技だけでなく連携までも完璧だ。まるでチーム全体が一つの生き物のようだ。だがこのまま終わるわけにはいかない。全力で行くぞ。遠藤くん、遠藤くん、まだチャンスはあるよ。頑張ってください。まだまだチャンスはあるぞ。チャンスなどない。この試合の意義は知ることだ。知る？何をですか？現実だ。すげえんだ。みんな、世界は強い。でも全力で行くぞ。少しシュートが見えてきた。よし、次は行ける。止める。魔神座ハンド。これは遠藤の魔神座ハンドまでもが通用しない。そんな、キャプテン、
マジンザハンドが抜かれるなんて。敵のストライカーはボールに回転をかけた上に小さな竜巻でコーティングしていたんだ。遠藤が触れることでボールの軌道を変えた。あのシュートは力では止めることはできない。マジンザハンドは向こうの計算のうちだ。遠藤、今は感じるのだ、未来のために。なんだライノンは。嘘だろ。どういうことだ。ゴーエンジ何やってる。調子悪いのかみたいな。兄貴、これは意外な展開だな。達也、格が違いすぎる。無理だ、死にそうっす。俺たちでどうにかなる次元じゃない。クソ、時間がない。クラリオ、間もなくタイムアップだ。このまま終わるのか。何？ほらよ、見せてやったらどうだ、俺たちのレベルを。なるほど、それもいいな。ダイヤモンドレイ。必殺シュートはライモンゴールの中に突き刺さった。これで13点目だ。俺たちが手も足も出ないとは。日本のレベルはこの程度か。なんだと。わざわざ日本まで来た甲斐はなかったな。しかし悪いプレーではない。このチームはもっと伸びる。何年先のことやら。日本の選手たち、現状では話にならないが、今後のあなた方の進化に期待する。じいちゃん、やっぱサッカーは楽しいな。俺たちはスペインのチーム、バルセロナオーブに完敗した。だがそれこそが世界への第一歩だった。俺たちにはサッカー強化委員という新しい役目が与えられた。全国のサッカープレイヤーを強くするために、急成長したライモンの精神を広めるためだ。近い将来、強力な日本代表を作り上げるために、日本全体のサッカーのレベルを押し上げたいのだ。そこから君たちのような革命児が生まれ、さらには君たちを超える存在が出てくるかもしれない。俺たちを超える存在。あれが君たちに入ってほしい学校のリストだ。あれ、ちょっと待ってください。それだとライモンサッカー部は。ライモンの遺伝子を全国に広めるという大義のため、ライモンサッカー部は一旦解散となる。一旦解散。確かにライモンは強いチームだ。しかしこれは日本サッカー界全体の問題なのだ。今日本の力を結集して日本代表を組織したとしても、世界では一勝すら挙げられないだろう。それほどに世界の壁は厚いのだ。見たくはないかね、あれだけ強い相手に日本が渡り合うところを。世界に日本を強く、何者にも負けない。ライモンの精神を広めるか。やってくれるな。わかりました。世界と戦える日本を作ります。やっとこんないい仲間ができたのに。
みんな離れ離れになるなんて俺は反対だ。それに俺が人に何か教えるなんて不安す。右に同じ。自信ないでやんす。キャプテンならやれると思いますけど、俺たちにはそこはかとなく無理な気がします。パソコンの使い方なら。結局は俺もみんながいたから。情けないな。ここに来ておじけづいたか。俺たちはどんな困難も乗り越えてきた。これからも乗り越えていく。それが俺たちライモンじゃないのか。おそらく俺たちが教えるのは技術じゃない。そんなライモンの精神じゃないのか。ライモンの精神、うん、確かにそれならやれそうでやんすね、うん、だけどここで離れ離れになるなんて。離れ離れじゃないさ。俺たちはどこにいてもつながっている。ここでな。染岡、俺たちの絆は離れても揺らぐことはない。俺たちは日本を強くするために力を合わせるんだからな。力を合わせる。ああ、これからいろんな困難にぶつかるかもしれないけど、俺たちは今までもいつだって乗り越えてきた。それが俺たちライモンイレブンだ。そうだろみんな。一ノ瀬くん、土門くん、向こうに行っても元気でね。心配ない、俺はいつでも元気だよ。お前は今日も爽やかだな。でもお二人とも日本代表を目指すべきですよね。なんで海外行くんですか。日本代表か。まあそれもいいけど、あそこまで世界のレベルを見せつけられたら、もう一度向こうで力試しをしたくなったんだ。さすがにアーマでレベルが変わっていたとはな。俺たちも驚いたよ。俺たちと共に戦った一ノ瀬と土門も今ではアメリカ代表。まさか敵として戦うことになるとはな。日本を強くするためにしばらくのお別れだな。でもワクワクするじゃないか。日本が世界と戦えるようになる日が来るんだ。確かにな。世界にはどんな奴がいるんだろう。バルセロナオーブのクラリオみたいな奴がゴロゴロいるのかな。いくらなんでもゴロゴロはいないだろうが。しかしあれが世界標準のレベルだ。だったら俺たちはもっと特訓しないとな。これからは個人としての力を上げるだけではダメだ。チームとしての連携、戦術、そして長い戦いを勝ち抜くための戦略が必要だ。それが世界を勝ち抜くためのサッカーか。面白そうだな。あ、ところでサッカー協会委員って何やるんだっけ。粘土、お前話を聞いてなかったのか。いや、全国各地に行くってことは分かったんだけどな。ライモンイレブンは全員が全国各地のそれぞれ別のチームに所属する。そして自分の入ったチームを指導し強化するんだ。全員が違うチームなのか。ちょっと寂しいな。遠藤、お前ならどんなチームに入ってもいいキャプテンになりそうだがな、うん、そうか。つまり俺たちの役目はサッカーの熱さを教える先生ってところか。まあそういう理解で間違いないだろう。日本には俺たち以外にもまだまだサッカーの才能を持った奴らがいる。世界に勝つにはそんな奴らを発掘し束ねなければならない。それが俺たちの役目だ。分かった。でも俺たちだってもっと強くなって日本代表を狙っていくんだよな。当然だ。これからは代表の座をかけたライバル同士でもある。ああ、その前に次のフットボールフロンティアではお互い敵同士ということになるな。そうだ。言っとくが、俺はお前たちには負けないぞ。ああ、俺も負けるつもりはない。じゃあ行くか。サッカーをもっと熱くするために。また会おうぜ、キド、ゴーエンジ。ああ、俺たちはまた一プレイヤーとしてフィールドで再会することを誓い合って、それぞれ別の道を歩き始めたんだ。そうやってこの日本代表は作られていったんですね。考えてみれば敗北をしたあの日こそ次の勝利への第一歩だったんだな。そうだ、
世界と渡り合える日本を作るために俺たちは歩き始めた。やれますよ、このメンバーなら。簡単に言うじゃねえかよ。灰崎君だってそう思ってるはずだけど。どうかな。今の俺たちならどんな相手が来ても勝てる気がする。ああ、絶対にやってやるさ。世界が俺たちを待っているからな。やっと来た。代表のキャンプ地カザニに着いた俺たち、試合の前にたっぷりとロシアを満喫するぞ。次回稲妻イレブンオリオンの刻印、ロシアを歩こう。稲妻イレブン今日の格言。敗北をした日こそ次の勝利への第一歩なんだ。以上